今回は最近話題の親ガチャという言葉について話していきます。世の中には親ガチャ外れたなんてね、ことを言うガキがいるものです。そりゃ世の中のごく一部には、捨てられて施設で育った人やね、虐待を受けて育った人もいますが、ネット上で見かける多くの場合が自らの努力不足や性格の悪さが原因だから呆れます。一つの例を説明すると、ここに中澤大輔くん、30歳無職がいるとします。大輔くんは、親ガチャ外れた、俺が不幸なのは親のせいだと親を否定します。ところが大輔くんは私立大学に通わせてもらったのに、サークルや遊び、恋愛にはまり、単位が取れずに嫌になって大学を中退し、家庭内暴力まで起こした過去があります。これは明らかに本人の努力不足ですね。それを親のせいにするから立ちが悪い。親の立場から考えてね、大輔くんを麻雀に例えると、働かない、子供部屋おじさん、家庭内暴力、もうこれはダメ人間の大三元、ヤグマンだなんてね、バカ野郎って。こんなひどい社会になってしまうなんて昔の人には想像がつかなかったと思います。成人になっても怠けて働かないなんて情けないものです。もし、与謝野晶子が親ガチャだのぐちぐち言うガキを見たら失望すると思います。ああ、大輔くんよ、君を泣く。君死にたまえ、なんて、バカ野郎。最後になりますが、世の中を子育てを頑張るね、大人たちへ表彰状を送ります。あ、待ってこい。上昇表、逆だ。表彰状。